イングラム M10 はアメリカ合衆国で設計された短期間銃である。MAC-10 とも呼ばれる。小型であるためマシンピストルに分類されることもある。イングラム M6 第二次世界大戦後、ゴードン・イングラムが銃器設計者として最初に手掛けた短期間銃は M5 と呼ばれるモデルだった。この名称は当時アメリカ陸軍で、 正式採用されていた M3 短期缶銃を呼び、将来採用されるであろう M4 短期缶銃に次ぐ、製品という意味合いで選ばれたものであり、M1 から M4 までのモデルは存在しない。その後、M5 の設計を引き継いだ、M6 短期缶銃を発表する。続く、M7 から M9 も M6 を発展させた設計だった。1964年、イングラムは、 アーキアーがアームズ社在籍中に M10 と名付けた新型短期間銃の設計を行った。M9 までのモデルとは一線を画す単純さを重視した設計で、いわゆる第三世界での販売を想定したモデルだった。最初期の試作モデルはフルオート射撃のみ可能な QX19mm パラベラ無断仕様でイギリス製ステン短期間銃と弾層の互換性があった。 しかし、この時点では注文もなく追加生産も行われなかった。1969年、イングラムはアメリカ政府向けの環球用サプレッサーの設計、製造を手掛けるサイオニクス社に移る。同社のオーナーだったミッチェル・ウェーベル3世は元 OSS エージェントで、彼は小型軽量な M10 にサプレッサーを取り付ければ、 理想的な特殊作戦用短期缶銃になり得ると考えた。こうして M10 の設計には改良が加えられサプレッサーを取り付けた。45ACP 弾仕様のモデルが特殊作戦用短期缶銃としてベトナムの前線で試験運用された。後とに 380ACP 弾をアオ速化した消音効果の高い銃弾が開発され、これを用いる小型モデルとして M11 が設計された。1970年には、イングラムとウェーベルが共同創業者となり、ミリタリーアーマーメントコーポレーション社が設立されている。MAC-10 の名はこの時の社名に由来する。1974年、映画、マック9の劇中で、ジョン・ウェインがサプレッサー付きの M10 を使用した。アメリカにおいては、この映画によって、 M10 の存在が広く認知されることとなった。1975年に MAC 社が倒産すると競売にかけられた MAC 社の資産を購入した元従業員らによって RPB インダストリーズ社が設立され M10 の販売及び生産はここで続けられた。しかし1982年には RPB 社も倒産する。 1983年 SWD 社が M10 に関する一連の権利を購入した。1986年には旧 MAC 社の技師だったジェームズ・レザーウッドが M10 の製造権を購入して、再び MAC の名を冠したメーカーを立ち上げたものの、1980年代後半に倒産し、 残されていた部品などは SWD 社によって再購入されている。その他にもバルカンアーマメントやコブライカンパニーなど、いくつかの企業で現在までコピー生産やクローン設計が行われている。作動方式はオープンボルト、シンプルブローバック方式であり、拡張状の L 型ボルトを採用したため小型軽量となっている。多くの部品はスチール板を プレス加工して成形されており、加工の容易な形状もあって、非常に生産性に優れている。また、構造が単純なこともあり、作動不良の発生しがたい頑丈なデザインとなっている。レシーバーの左側面に回転式セレクタースイッチがあり、セミオートとフルオートの切り替えが可能である。安全装置は、スライド式のスイッチがトリガー前方にあり、 手前にスライドさせることで安全装置が働き、シアとトリガーが固定されるほか、ボルト閉鎖状態で、コッキングハンドルを90度回転させることにより、ボルトを固定することもできる。また、サプレッサーを装着することを前提としているため、重厚には、ネジが切られている。フルオート射撃の発射速度は、非常に高く、32連装弾層を1.5秒ほどで打ち尽くしてしまうため、 その操作には、ある程度の習熟が必要だが、同一標的に、大量の弾丸を打ち込めるため高い殺傷力を持つ。登場した当時は、理想的な近接戦闘武器と考えられていた。45ACP 弾モデルの弾装は、M3 短期艦銃のものと互換性がある。試作段階では、M3 短期艦銃の弾装に、一定の加工を施す必要があったが、 製品化された際には無加工で使用できるように改良された。M10AA1 として知られる再設計されたモデルでは専用のアダプターを取り付けることで45口径から 9mm 口径へ使用台を変更することができる。イングラム M10 はベトナム戦争初期の1964年に開発された。そのためアメリカ軍が同中に興味を示し、 特殊部隊用の火器としてテストを行った後、サイオニクス射製のサプレッサーを装着、米軍特殊部隊が使用した。当時はこのクラスの大きさを持つサブマシンガンが他に存在しなかったため、アメリカ警察の特殊部隊であるスワットなどでの使用例もある。西側諸国の軍においても特殊作戦用に装備されたが、 精密な射撃が行えないため誤射が発生している。現在では命中精度に優れる H&KMP5 がその役割を担っているため、本銃はこうした用途では使用されない。イングラム M111969 年サイオニクス社で設計された M10 の小型モデル。設計後すぐに社名が。 MAC に変更されたため、M10 と同様に MAC-11 とも呼ばれ、大量生産は MAC で行われた。イングラム M10 をスケールダウンし、380ACP 弾を使用できるように再設計された。当初は 9X19mm 弾を使用する予定だったが、制御しきれず弱相弾の 380ACP 弾に選定された。サイズは、 大型拳銃並みとなり、ボルトの交代距離が短くなったことにより、連射速度がさらに高速化された。大きさは小さいが、外見、内部構造とも M10 と同様の設計となっている。軍用以外にもセミオートのみの市販モデルが存在し、民間に販売されている。しかし、初期の市販モデルは、 ェア改造部品を組み込むことで容易にフルオート射撃が可能になるなどしたため、テック DC9 同様に犯罪に多く用いられた。これにより一時は販売すらままならなくなり、それ以降は改造がしにくい溶解量を施した製品が再発売された。軍用モデルと同じくサプレッサー用のネジが施されている。 このネジを利用してエクステンションバレルを装着することが可能でオプションとして用いられている。m n c 社等産後は SWD 社や小倉社が製造権を取得し、これら2社は独自の改良を加え、現在も販売を継続している。コブライ M11SMG。オリジナルの M10、M11 と比べてレシーバー後部が延長されている写真の10には、 本来ついているはずの引き出し式重症がない MSE 社倒産後に製造を受け継いだ SWD 社、小ブライ社の改良型。高速連射に伴う操作性の悪さや作動不良などを改善すべく1979年に再設計した。後継は M10 と同じ QX19mm である。レシーバーの後方を延長しており、 全長を長くすることで、ボルトの交代距離を長くした。これにより、連射速度を低下させ、安定性を図った。M10、M11 の発展型の中では、最も高性能の製品である。ただし、コブライ SMG については、本質的な改善には至っていない。また、上記の市販型の販売を考慮し、クローズドボルト仕様の製品も存在する。これにより、 ボルトが2つに分割され、閉鎖状態からの発射が可能である。現在、MAC-11 タイプのピストルを製造する、マスターピースアームズ社、QX19mm や、45ACP 以外に、22LR 仕様のモデル、ピストル以外にもカービンタイプも製造している。イングラム製のようなプレス加工ではなく、切削加工による製造がされている。イングラム。 特に m 1 1 q は安価であり、また、1986年の民間用、フルオート化器規制が始まる前に大量に生産された、ことから、アメリカの民間人にとって、最も入手しやすい、サブマシンガンである。だが、これを、アメリカで行われる、フルオート銃を使用した、射撃競技に使おうとすると、以下のような、様々な問題が発生する。このように、 射撃競技では、イングラムの特徴が裏目に出てしまう結果となる。そのため、これらの難点を克服するための改造キットが、各社より発売されている。これらを組み込むことで、フルオートでの命中精度を、H、H&KMP5 並にすることすら可能であるが、元になる、M11 が、オープンボレト式であり、現在の軍隊や、法執行機関には向いておらず、 これらのキットは射撃競技用としてのものである。abcd, e Big Mac Attack smnlarmsre-ew.com v。2015年11月5日閲覧。ab, mac10。smnlarmsre-ew.com v。2015年11月4日閲覧。abc とこいまさみ。 軍用銃時典改訂版並木房二219ページ ISBN 9長7848億9063万2138 ABC 月刊岩2008年11月号越を諸星アメリカマシンガン事情19 MAX-11 SF システム国際出版ありがとうございます